皆さん、おはこんばんちゃです。パパスです。今日は販売車両紹介をしていきたいと思います。お願いします。で、私ちょっと大きさ、あの、なんていうの、詳細書いた紙を持ってないから、まあ、とりあえず NB6C のロードスターです。中入ってなかった？入ってなかった、うん、だからもう他の傷とかは一緒にもうみんなで見ていこうかなと思います。まあ、うん、外回りの傷とかはね、うん、この後期型のヘッドライトはヘッドライトだからね。だからまあ中期以降でいいのかな。そういう、そんな感じなんや、うん、まあ、まあ俺は後期言うてんねんけど、うん、まあ見てくれる人が見てくれたら多分分かると思う、うん、まあ販売車両やしね、うん、まあ一緒に見ていってもらったらと思います。で、まあとりあえずまずお顔から、まあとりあえずな、赤はこのクリアハゲ部分があるから、うん、まあバンパーやな、うん、ボンネットはまあない、うん、猫の足跡があるぐらいで、あとフェンダーは絶対にな、うんうん、この辺な、丈夫な、ただもうベースがないから、うん、そうやね、まあこれオートマやけど、その箱用にね、ベース車で、そうそうそう、ミッションに乗せ替えて、うん、誰か乗ってくれる人がおったらと思ってね、うんうん、まあこのスポイラーな、オプションの、あ、これオプションのなんや、うんうん、そうそう、へえ、そうなんや、綺麗ですよね、うん、割れとかないね。で、ここのバンパーのカバーは、はい、トランクに積んどったわ。あったわ、うん、あったわ。まあこんな感じです。で、ホイールは純正か、純正やな、後ろは後でよ、うん、ちょっとひび割れてるね、タイヤは。タイヤはもうあかんな、あかんね、だからまあ後ろは、はい、そうなんだ、パンクしてスペアに、はい、今の世界で、まあ両方とも、あの、売るときはつけるので、そのままで、こんな感じ、売るときつけられたらパンク修理せなきゃな、現状な、現状ね、現状、あ、そうかそうか、うん、このままで、このままでお渡ししますので、だからなんか走りで帰る人やったら、はい、あれいるわ、タイヤあった方が、他の3本もひび割れてるからな、転がし用のタイヤを持ってきていただけるとありがとう。これ何衣装とか、うん、オニバーサルとか30周年アニバーサリー、なんかどうなんか分かれん、詳細がないからな、すいません、うん、まあこんな感じですかね。ちょっとここは割れてるかな、あとはでも目立ったへこみとか傷はないな、ないな、マフラーもめっちゃキリコな、これも取れる、ピコピコや、何これ、いけんの、純正やろ、出口だけ磨いとったから、まあ、サビはないわ、あ、ほんと、うん、だからまあこれビルしたいんで車庫端してるよな、これな、うん、低いよな、なんかね、硬い感じもありますよ、ちょっと、うんうん、まあビルしたいんはあれやけどな、多分ロードスターの純正で入ってるビルしたいんやと思うけど、多分車高下がってるよな、ちょっと低い感じ、うん、まあちょっとこの辺破けとか、うん、まあこれは定番やな、そうやね、ウィンカーとかはまあ綺麗かな、うん、ここも、まあ汗もこのバンパーとフェンダーだけや、綺麗ですね、綺麗綺麗、よし、ライト周り行こうか、うん、行くぞ、はいはいはい、あれ、ああ、いけるな、こっちウインカー出してみて、オッケーオッケー、ワイパーとかホーンとかは、ああ、肩もしかし、まあそれ詰まってるわ、ホーンはあなたまた、あの、小学生キヨンド、はい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 、うん、こんな感じ、うん、え、ハイビーム、ハイビームは手前か押すか、押すの、押す、あ、ふん、あ、こう押すの、はい、やって、オッケー、エア、
で、あれついてなかったキーレス。一回ちょっとドア閉めて。あ、いけたいけた。あ、いけてる。うん。まあ、キーレスも効いてる。効いてる。うん、まあ、助手席のシートはだいたい下手ってないな。内装は、うん、距離はちょっと多かったんちゃう。距離はね、175,893キロな感じ、な感じじゃないな、そうやね。で、運転席シートは、はい、サキちゃんが座ってる。座ってていいの？サキちゃんが座ったから破けた。ちゃうって、ちゃうって。これサキちゃんの重みで破けたやろ。違うよ。ちゃう？まと思ったやろ。初めからやろ。これまあ、ここは定番やから。せん。まあまあ、いい感じよ。うん、あ、こうちょうどいい感じやから。ドアしよう。うん。窓。あ、オート聞く。あ、音も聞いてる、いい感じで。反対は、うん、うん、聞いてるよ、うん、うん、おミラー動く、いい感じ。反対わからんわ、もうマジで震えるわ。え、あれやろ、うん、ミラー動くの、うん、動く動く、うん、上下 OK OK。はいはいはい、オッケーオッケー。はい、こんな感じでーす、うん、まああとはあれやな、まあラジオがついてたり、まあちょっとまあ、あ、ぐらつきがある、うん、まあぐらつきあるから、まあこの修理の仕方は、うん、そう、別の動画で載せてるからやってるんだまあハザードスイッチもすれないし、うん、エアコンも効くな。効くね、効いてる効いてる。あとはエンジン周り見ようか。そうだね、うん、OK、まあまあこんな感じですかね、うん、まあ、こんな感じやな。あ、ETC も入ってるわ。お、ロキー、あとは全部切るよ、割れなし。 OK、うんうんうん、こんな感じね。で、ボンネット開けれんの。だいたい一緒じゃん、だいたい一緒じゃんとか言ってよいしょ、まあ、だいたい一緒やで、だいたい一緒でしょ。広いはやっぱり、まあ、水は入ってるな、入ってる、まあ、クーラーとも十分、ブレーキも入ってる、おじさんもベルトはまあ交換せんでぐらいか、いやギリギリやな、まあこんな感じかな、うん、綺麗よね、オイル。ドロドロやったらどうしようかな。あ、綺麗よ、まあ、オイル汚れてるけど、うん、エンジン内部は綺麗な、うん、で、ラジエーター行く。ラジエーターはやめとき、もう先エンジンかけてるから。あ、まあ、こっちのこっちのクーラントのこの緑具合を。オッケー。やっぱりこれ足が入れへんから、はい、シャコタンしてるな。シャコタン、シャコタン、なんかお金が入ってる。何が入ってる。いや、入ってるのはビルシュタインの食やけど、多分ダウンサス入れてんやろな。おお、そういうことね。うん、あとはまあ全部綺麗だ。あ、ちょっとあの全然なんか傷じゃないな。やっぱこれアニバーサリーやったから、なんかエンブレム貼ってるな。うん、うん、おお、次寝ようか。次トランク行こうかな。うん、トランク行こうか。ほっ、でね、トランクはこんな感じ。だから運転席、助手席は水浸水してなかったけど、やっぱトランクはちょっとな、あの真ん中は全然大丈夫だ。この端っこが、うん、あ、ほんまや、端っこが、この中がちょっと水が溜まってる。ここか、この中か。さっき言ったあのホブのカバーな、はい、左右入ってるのと、バッテリーはもう、うん、バッテリーは、うん、今のとこ全然エンジンかかっとったな。うんうん、もうこんな感じですね、うん、電気もついてるし。さっき言いましたけど、まあこの羽がちょっと、うん、うん、多分押してるから。あ、割れちゃうの。うんうん、どうやって閉めたらいいの。じゃあ、いや、ちょっと待って、開けといて。オッケー。ちょっとこれ開けといてね。うん、分かった。これな、ボルト外してもらって、よっこらしょと。これを入れといたら、うん、入んの。え、ちょっと待って。ちょっと待って。
入れんか。入れんか。入らんかった。あ、いった？こんな感じでね。モリモリやん。こんな感じで。モリモリモリやん。また何かしよう思ってた。あ、フォロー社長。フォローな。単独？フォロー一回。やっとく？うん。私たち行きましょう。あ、あの野球のやつらに見つかったら、ね、また、うん、よいしょ、これあげて押して、押して、まあざっと簡単にな、まあフォローもまだ柔らかいな、うん、全然いけるよ、あ、いけるな、うん、トノボード、うん、エアロボードやな、まあまあ大丈夫やな、大丈夫、ちょっと縁とそこ一箇所ちょっと破けてくれな。これを補修した。補修、補修やな。ね。うん、まあ、でも全然大丈夫。オッケー。うん。これ一回ちょっと、うん、慣れへんやろ。うん。押さなあかんやろ。うん。もうキャッチも潰れてない。うん、大丈夫。うん。このペンキってもともと買うよね。え？いやそれ。まあオプションなんか標準なんか分かれへん、これサイドステップとかペンキやった、ああ、まあこんな感じでですね、今日は NB6C のロードスターを紹介していきました。まあ希望はよかったら箱とか、まあね、基本踏み替えやったっけ、まあ、で使ってもらえる車としていけたらな、まあミッション乗せ替えて、うん、まあベースやな、ベース車でねやってもらえた、うん、で価格が30、まあもう今ないからな。まあね、なかなか希少ですね、うん、まあでも相談はあの、うん、はい、見てもらってる方から社長にしてもらったら相談はカーですので、今、まあ、1万円引いてとか2万円引いてとかな。かわいい。相談やで、相談やで、相談、ね、相談はカーですので、まあよかったらね、うん、売れへんかったらバラスで、あ、売れへんかったらバラス、パーツで売っても、あ、そうやね、うん、まあバラす時になったらあの説明欄にもう売れへんかったんでバラしますみたいなこと、うんうん、書くか動画も上げていくので、まあそちらでチェックしていってもらったらと思います。じゃあよかったら皆さんお電話お待ちしております。いいね、チャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。